コジオス湖はオーストラリアの山でオーストラリア大陸の最高峰である。コジオス湖国立公園の中心地である。また、この山を中心とする地域はスノーウィーマウンテンズと通称され、冬季にはオーストラリアの主要なスキーリゾートとして知られている。日本語ではコジオス湖、コジアスコ、コジウスコなど発音によって複数の表記がある。 ポーランドの探検家のパベウスとシェリツキ、伯爵が、ポーランドとリトアニアの英雄、タデウシ・コシチュシコにちなんで、1840年に名付けた。主たる、登場のルートは二つあり、共に、登山は容易である。一つ目は、シャーロット峠を経由する方法で9キロメートル、歩くと山頂に到着する。 1976年までは、ローソン峠まで自動車にも道が開放されていて、山頂付近まで車で行くことができた。二つ目は、スキーリゾートとしても知られるスレブドからも行く方法である。スレブドからは1930メートル地点までリフトが動いており、頂上までの距離もわずか6.5キロメートルに過ぎない。リフトの終点からは、植生を保護するための木道。 あるいは鉄棒で作られた道が整備されており、夏には美しい花畑を見ることができる。オーストラリアが領有、あるいは主張している領土には、ジオスコジをすこさんよりも高い山が存在する。ありがとうございます。